続いては中継です。佐伯さん、おせちと一緒に食卓に上がる家庭も多いのではないでしょうか。今日は富山県民の冬の楽しみ、かぶら寿司の作り方を学ぶ生中継です。大好き。お邪魔しているのは、はい、南砺市福光新町の石黒種麹店です。創業120年を超える老舗で、全国に遠からずという種麹を作る北陸唯一のお店なんです。かぶら寿司は麹を使う食べ物ということで、麹店には秘密のレシピがあるそうですよ。後ほど教えてもらいます。お話を伺うのは8代目店主の石黒八郎さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。まず、はい、種麹とはどういったものか教えてください。はい、当店の、まあ、種麹の一部なんですけど、これが種麹で、はい、これあのすごくあの作るのが、はい、難しいんで、麹の元となるものですが、どうやってこの種麹作るんでしょうか。はい、それはですね、本当申し訳ないんですけど、従業員さんにも、はい、綺麗な女房にも教えていまして、はい、一子相伝なんですよ。あ、なるほど、なるほど、息子さんにだけということなんですね。そしてこれ、はい、この種麹からできる麹作るのなかなか苦労がかかるそうですね。本当に、昼夜ですね、夜中も12時と4時半に起きてですね、いい麹を作るときには、手間を惜しんじゃいけないんです。はあ、なるほど。その手間を惜しまず作られた麹、実際に見せていただけますか。はい、これが当店の麹です。わー、はい、綺麗ですね。はい、酵素がたっぷり、入ってまして、麹菌もたっぷりです。はい、はい、その証拠に逆さまにしてもすごい、はい、落ちないっていうのが、はい、いい麹で、すごい、はい、向上心がある麹がすごいですね。はい、それで先ほど言いましたように、本当に麹って酵素を作るために、作るものですから、酵素が多くなかったら絶対ダメです。なるほど。その酵素がたっぷりの麹を使った商品、店頭にたくさん並んでおりまして、今日注目するのはやっぱりこのかぶら寿司用の甘酒。この甘酒も酵素の力で甘さが出てるそうですね。はい、麹菌が作る自然の甘さでございます。なるほど。こちらの作って作られたかぶら寿司がこちらでは、いただきますと言いたいところなんですが、はい、その前にこのコーナー恒例の小テストです。もともとかぶら寿司、石川県発祥の食べ物なんですが、石川県ではブリが挟まれています。それではここなんと福光では何の魚が挟まれているでしょうか。10秒以内にお答えください。カウントダウンスタート。なんかあのやっぱり富山県でも地域によって違うっていうのはあって、マスかサバかと思ったけど、これでもサバじゃない。映像見ると、マスかなと。マスとサバに分かれました。おどうでしょうか、柴田さん、もしかしたら正解かも。それでは八郎さん、正解発表お願いします。はい、サバです。あ、よかった。はい、柴田さん正解です。これ石川でブリ、そして福光でサバなのはどうしてなんでしょう。はい、あの石川は、晴れの日にかぶら寿司を食べるんです。ですからお正月用に、貴重なブリを使ってたわけですけど、こちら福光はですね、実は日本一かぶら寿司を作る人が、はい、人口比で多いんです。あ、日常的に。ですから、サバで大衆魚ですから、普段から白かぶと、サバのかぶら寿司を皆さんたくさん食べてらっしゃいます。では早速いただきたいと思います。はい、うわ、絶対美味しい。ただアナウンサーさんって必ず美味しいって言われるんで本心をおっしゃってくださいこれはね、正直なリポート求められましたから、正直に言っていただきましょう。美味しいです本心でしょうか。もちろんです、はい、麹の旨味が本当にたっぷりです。はい、ありがとうございます。それではお知らせの後に、この麹の魅力がたっぷり詰まったかぶら寿司の作り方教えてもらいます。外には麹のような雪が降っていますよ。お知らせの後楽しみに今日は南砺市福光の石黒種麹店でかぶら寿司の作り方を学んでいきます。はい、
ここからは先ほど綺麗な奥さんとご紹介がありましたご主人の奥さんひろこさんにもご協力いただきます。よろしくお願いします。ひろこさんお願いします。かぶら寿司ということでこの聖護院かぶをまずいちょう切りにしていくんですが、皮が結構大胆に切ってありますね。この皮むきにポイントがあるそうで、八郎さん。はい、実はかぶらって皮境がございますので、はい、その皮境が残ってると食感がすごく悪くなるんで、皮境は思い切って、取っていただきたい。それがコツです、はい、その皮むきの後に魚を挟むための切れ込みを入れる必要がありますが、ひろこさんポイントがあるそうですね。はい、切り込みを入れるときにかぶらがとても硬いので、ずっと切り落としてしまうことが多いんですね。それでこういう割り箸でもなんか当てて、そしてこのように切っていくというふうにすると楽かと思います。割り箸がストッパーになってくれるわけですね。そうなんですね。このように厚み1センチほどにして切れ込み、そして切っていきます。はい、わすごい、本当に綺麗にちゃんとストッパーになってくれてますね。はい、そしてカットが終わりますと次は塩漬けの工程です。はい、八郎さんどんなポイントがありますか。はい、塩分はですね、カブラの重さの 3%、 それで、重石はですね、カブラの目方の倍で、3日間つけてください。なるほど。そして絵付け終わったものがこちらですね。このこちらになりますね。ちょっといい感じに、はい、3日間つけた後、いよいよ、はい、福光ではサバを挟んでいきます、はい、このサバの漬け方ポイントありますか。サバはお酢とみりんを少し入れます。それに3時間ほど漬けておきます。なるほど、みりんが入ることで生臭さも取れるそうですね、はいはい、そして挟んでいったものをいよいよ最後の工程に移っていきますね、うん、はい、ではではこちらで、この市村種工事店のかぶら寿司の甘酒の出番です。じゃあこちらに先に甘酒を一段置きます。それからかぶらですね、こういうふうに並べていきます。隙間なく並べてください。それも大事なんですね、はい、このようにして並べてさらに上から甘酒を並べていくと。この八郎さん、甘酒たっぷり使う理由何かありますか。はい、かぶら寿司は、乳酸発酵のお漬物ですから、乳酸発酵させるためにも甘酒をたっぷり使っていただくのが、美味しくなるコツです。おお、なるほど。大体すいません 5,6、5割から6割かぶらの目方の入れていただける。うちは売るほどあるんで7割入れてます。売ってらっしゃいますからね、はい、贅沢に使えます、ね。はい、そしてどれくらいつけるんでしょうか。はい、4、5日ぐらいから食べれます。はい、ただその時にですね、最初は、初日は軽く重いし、はい、2日目から、まあ、少し重くしていただくっていうのも、うん、はい、美味しくなるコツでございます。なるほど、甘酒をたっぷり、そして最初は軽く重しをして2日目から重くする、それがポイントなんですね。はい、不器用な私でもできそうな気がしてきました。そうですね、甘酒をこれたっぷり入れるところがコツですね。わかりました。サバサバとしたサバをこうやって美味しくいただきたいと思います。ここまで今日は、石黒種工事店の8代目店主石黒八郎さん、そして綺麗なひろこさんに、教えていただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうやっぱりこれからの季節ね、もう富山では欠かせない家庭の味の一つですからね、うん、はい、今年のお正月かぶら寿司食べてみようと思います。ね、ちょっと私も参考に作ってみようと思いました。中継でお伝えしました。